広島が最後に日本一になった当時を経験した選手一覧はこちら。ヤクルト石川4歳、ホークス和田3歳、今年で引退。ヤクルト青木2歳、今年で引退。中日中島2歳、退団。オリックス比嘉1歳、今年で引退。西武中村1歳、栗山1歳。オリックス平野7ヶ月。石川はギリ記憶あるかないかで、他はみんな知らないんだろうな。ほとんどいないも同然で草。今年の引退でだいぶ減っちゃったな。広島日本一なんていつってくらい前なんか。あの石川で4歳なのバグってるな。広島の最後の日本一1984年はやばいでしょ。多くのプレイヤーが生まれてもないのやばいな。日本シリーズ進出はあの3連覇した時あったけど、ホークスとハムに負けちゃったからな。運がついていない。だいぶベテラン勢が引退するってことだね。宮西すらここに名が上がってこないのはやばいな。広島日本一になったの40年前、ハマジでガチでやばいな。12球団チームがあるとして、期待値的には3回しててもいいはずなのに、この40年間一度も優勝できてないの危機感持った方がいい。なお100年後の2124年時点、広島の日本一を知る人類は誰もいなくなったとさ。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。